何？野菜スープ。匂い嗅ぎたい匂い。おお、なんかたけしさんが給食の匂いする。え？給食でこんな感じの出た。いや、味噌ちゃんこ味。昼公演楽しかった。よかった。公演ありがとうございました。ありがとうございました。今日の前髪これです。こんにちは。こんにちは。多分波動に行ってる方が多いかな。多分。アッケーさんありがとうございます。劇場向かってます。おいで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 。なんとかなんとか。ゲーの夜ご飯。ハラミのこんにゃくゼリー。リンゴ味。あ、マカロニホイテーヌさんありがとうございます。チチ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 。私こっちでやる。チチチありがとう。よし、こっち向きでやっていい？したら。うん。で、そこに置いたらできるの。ひきたんママって言われてるね。え？今劇場にいる？なんか傾いてるの？傾いちゃったんだけど。あ、お姉ちゃんありがとう。こんにちは。ありがとう。しげしげさんありがとうございます。入ったら食べます。帰ったら有田美優もうちはちゃんと見えたよ。こうした、うん、今から劇場ソララのタオスさんありがとうございます。今ねそこで入会活動してるよ。エリちゃんがソララの大切な日なので皆さん一緒に盛り上がってね。なんか黄色い見える画面、なんで光の加減じゃない？あ、ジュンさんありがとう。姫、うま？驚きカップスープですよこれ。1日分のじゃない、1食分の安い。これ食べるのね、人生でさ5回目ぐらい。多いのか少ないのか微妙なとこやめて。カップスープなら多くない？多い？うん。でもみゆ、あのさ、スープパスタのほうれん草あるじゃん。あれ最近毎日食べてる。うん。今日も食べた。知ってる？うん。スープパスタのほうれん草が一番美味しい。最近スープパスタよりスープこっちが好き。ゆきたん、ありがとう。なんかでも今日気分食べる気分じゃないんだよね。うん、お腹が。本当はゼリーとかジュース飲みたかった。買ってきますよ。うまままま。みゆ今日さ、え、みずみんスープパスタに納豆入れる？だって入れません。全部に入れると思われてる。入れない。みゆ昨日むくむかもって言ってたのさ。え、ロビーすごい人だって。むくまなかったです今日は。ロビーすごい人だって、ね、すごい人。でもさ、そうだよね。うん、エリちゃんだもん。公演もあるし。17期の好きな方で溢れてるんじゃない。水持ってくればよかった。やっぱりなんか迷ったんだよね。水持ってくるかこのお茶でいいか。でもお茶なくなっちゃう。いいじゃん、お茶なくなっちゃう。ええー、うん、お渡し買いかけよ。 CD の納豆に追い納豆はいかが。うーん、大丈夫。納豆はご飯が100
50g ぐらいに納豆がちょうどいいんです。200だと多くて、150g のご飯に納豆で、砂糖が小さじ2杯に醤油が、あの付属の醤油と、あとちょっとだけ自分の醤油をちょって入れるとちょうどいい。これがみゆの砂糖納豆ご飯グラムです。あ、コッコに頼めばいいとか言われた。コッコそっちにのんちゃんと一緒にいるから。こんにちは、こんにちは。レシピ書いてくださいだって。レシピ絶対見ないじゃん。レシピ書いても絶対やらないでしょ、やってくれないでしょ。知ってる、公演終わりにお渡し会行く人の いるらしいですよ。気になってきた。ありがとうございます。やっぱ水欲しい。今日誕生日です。おめえおめえおめえ。明日ワンちゃんの誕生日だ。私の、え、ワンちゃん、うん、かわいいワンちゃんだ。そう、かわいいワンちゃん。何歳になるの？12か13。あら、小1からいるから。そう、小1が6歳だから。そうだね、12とか13とか。13かな、12か。まだまだ元気。パンチョさん、ありがとうございます。大輔さん、ありがとう。お弁当は出てるんだけど食べてない。お腹がそんなに空いてないので。お弁当は食べません。波動劇場公演 CD を渡すかい。おー、すごい。 AKB デーだね。濃い一日だ。まあまあ高齢とか言うじゃないですか。でも全然元気なんですよね。全然元気、元気、超元気。中型犬、中型犬かな。中型犬、中型犬ってわけじゃないんだけど、中型犬と大型犬が一番可愛い。確かに。お弁当はね、いただかないので、そのまま。いや、昼公園は困る。確かに昼公園から波動に追い道の皆さん、頑張ってください。フェイント大好き芸人なのですが、太田さんのフェイントなかなかに好きです。ありがとうございます。見えてます。このいがった、いがった。普通の中でも12歳ってさ、やばいよね。私人生においてほぼ3分の2はずっと一緒にいるんだよね。3分の2は一緒にいる。私は生まれた時から小学校2年生までワンちゃんがあった。だからもうめっちゃちっちゃい、もうこんな、こんなぐらいの。メガネで集合写真初じゃん。そう、メガネで集合写真初なんですよ。今日人間で見ると、今日来た人はラッキーです。私のメガネ写真です。初めてのメガネ集合写真。初めてのメガネ。コスメの話したい。ぜひしましょう。お、コウさん、ありがとうございます。チチ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 。エイト君いる。ここにエイト君、ちっちゃいのいる。イエーイ。防波堤も披露しましたね。そうだよ、2回目の防波堤。歌あり違う2回目の防波堤。全部違うんだよね。私塩の匂いする、これ。多分塩入ってる。それは塩分入ってるよ。なんかポテトチップスの匂い。うん、しないよ。食塩、食塩。ポテチ、ポテチ、こんばんは。ポテチって可愛くない？ポテトチップスって言ったらさ、そんな可愛くないけど、ポテチって言ったら可愛くない？なんかポテチの方が可愛さをさ増すよね。わかる？ポテチって可愛いよね。ポテチ、みんなハテナだよ、ハテナ。ポテトチップスはそんな可愛くないけど、ポテチは可愛い。ポテちゃんが可愛い。ポテちゃんが可愛い。倒れるせや。ギリギリする。ポテチ可愛いだと？
可愛いらしいですよ。納豆が一番可愛いよ、だってでしょ、納豆が一番可愛いんだから。みずみんって面白いのね、だって。え、やった、イエーイ。ゆうきたんはいい匂いがする。汗だくよ、公演後なんだから。いい匂いがする。うん、眠気と戦ってるらしい。お茶飲みます。昨日ね、いい犬のねコンサートのセトリを自分流で考えてみてて、で、そしたら夜中じゃなくて朝になってた。楽しくて時間見ずに、なんかいろんな曲を聴きながら、あ、これはここぐらいがいいかな、公演前にやることじゃないよ、あ、これはここの次がいいなとかって考えてたら、なんかピヨピヨ鳥が鳴いていた。でもちゃんと寝れたよ、その後。皆さん8月6日開けてくださいね。2時に寝る約束したのは昨日じゃない？昨日じゃ、一昨日じゃない？それはちゃんと、あれ？言ったっけ？昨日2時って言ってなかった？言ったっけ？うん、言ったかもしれない。え、公開できない、できない、なんかちょっと批判来たら悲しくなるので、できない、できない。でもいい感じだよ、後で見て。私は早く寝たわ。ドラマとアニメに行って。何のアニメ？いろいろ。マジ推しの子の最新話マジで泣きました。泣けるからぜひ皆さん見てください。あのアンチみたいな、そう、エゴサ、うん、エゴサ、マジ泣けるから見てください。本当に皆さんエゴサされてる、いいことツイートするんですよ。8月6日はあんな感動アニメだと思わなくない？うん、もう感動アニメでしょ。1話も大号泣したんだけどね。うん、うん、1話は泣いてないけど。ゆきさんってアニメで泣かないの？泣くことあるよ。あんの？やるよ。じゃあ絶対推しの子も泣くはずなんだけど。推しの子泣きますよね。ホテちゃんも泣いてました。うん、いい匂いする。もうあげません。ケチ。いや、さっきあげたもん。ケチケチケチ。まだ何があると思いますか、この子。ロナミン C でもこれ今日飲まないし。なんで飲まないの？家に持って帰る。今日はこっちの気分じゃなかった。今日はこれの気分だった。みずみは泣きすぎたって。ちょっとここから、私はね、今からチョコバキすんの。なんじゃそりゃ。じゃじゃらーん。え、かわいい。マイメロなんだけど。ちょっと似てる。ちょっと似てる。ちばる、ちばる。マイメロなんだけど。どうかな、どうかな、どうかな、クロミちゃん、どうかな、どうかな、マイメロなんだけど漫才コンビみたいって言われてるよ。違うな。今から開けようと思いますさて、誰が出ると思いますか。ここにはね、クロミ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 ちゃん、クロミちゃん、クロミちゃん、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミ、ポチャッコ、ミドルツインスターズ、ハンギョドン。クロミ、クロミ、クロミ、クロミだったら、右ちょうだい。やだ。クロミ、クロミ、クロミ。いきます。せーの、クロミ。ポチャッコだ。クロミがよかった。ポチャッコです。マイメロなんだけど。私はリトルツインスターズ狙って。クロミなんだけど、ミュウが好きなの。クロミなんだけど。これです。ミュウもこれ買ってみようか。これチョコな？チョコだよ。美味しい？うん、ただのチョコよ。ミュウも買ってみようかな。ミュウはクロミちゃんが出るまで買おうかな。よし、ツインスターズ出るわ。ホワイトチョコだって。イチゴ。ブルーベリーはそんなに惹かれないけど。チョコ最近ホワイトチョコの方が好きなんですよ。ホワイトが好きなんだけど。
あ、ふん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 、黒みが出るまで食べ続ける配信、一発で出たら運いいね。どれが、最近なんか黒みほぼガチャガチャとかこういうのしたくなる。なんかさあ、ランダム、ね、ランダムがしたくなるんですよね最近。何これ、やめてほしい、やめてほしいんだけど。これね、ガチャガチャした。え、それかわいい、みーも気になってたんだよね。でもさ、みーこっちじゃなくてさ、でしょ、コンパクトみたいなやつでしょ。そう、コンパクトの方が欲しい。え、おさらい、見て見て、おさらい、イエーイ、ありがとう。じゃあこれいただくわ、うん、ダメです、いただくんだけど。かわいい、コンパクトが欲しい。バキってやるとちょっと手についちゃう。お邪魔女ドレミ、ゆきたんのものはみゆのもの、うん、みゆのわのはみゆのもの、マイメロなんだけど。ガチャガチャをしたいです、今とても。みゆがメールでさ送ったさ、ガチャガチャさ、見たことある人いる？どこにある？何のガチャガチャ？大吉さんありがとう。北海道の1と2のガチャガチャと、揺れ組のガチャガチャと、あ、ごしょうさんありがとう、ちち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 ちありがとう。と、あともう一個忘れちゃった、うん、何だったっけ。あ、森永、そう、森永のピノ欲しい、ピノ、うん、あったわ。ここの辺にあった、何帰った時できるかな。ピノのやつは見たことある。ピノのやりたい。でっかい駅にあった、行ったらさ、めっちゃない、うんうん、ガチャガチャのお店。どうは秋葉原のさ、ガチャガチャ館みたいなとこあるかな。あ、愛ちゃん来た、はい、愛ちゃん、愛ちゃんいます、そこに。パルム、いいな、パルムね。え、あれでっかい駅にある、なんかさ、渋谷の駅も近くにある。それミユのものなんだけど、ハブマサさんのそれミユのものなんだけど。お、近くの上、錦糸町、タワレコの上の、え、行こうかな、錦糸町。何時まで？45分かな。あれやってるのか。みんなのものはみゆのものなんだけど。怖い怖い怖い。でもみゆはみんなのものなの。んー、それでもつまりみんなのものはみんなのものになっちゃう。うん、みゆはみんなのもの。じゃあ。ん？ほら、もうわかんなくなっちゃう。みゆ、みんなのみゆなの。みんなのみゆなんだけど。バイトお疲れー。緑のカチューシャ、誰だっけ、緑のカチューシャ。あ、緑のカチューシャです、私。私、水玉のカチューシャの女の子です。緑のカチューシャです。なんか水見に今日痩せたねって言われたんですけど。あ、気のせいだったわ。そう、気のせいだったの、本当に。嘘だよ、え、結構本当にね、気のせいだったの。本当に痩せたと思った。でも体重は減ってきた。嘘だよ、嘘だよ、嘘なんだけど。怖い怖い怖い、ほら、怖いって言われてる。キャー、メイクポーチにさ、立てかけてるんですよ、今。ちょっと撮りたい、なんかる、ま、なんでこんなに減れるわけ。え、ちょっと夜ご飯の炭水、ってか昼の炭水化物をちょっと減らして、夜は炭水化物を減らしてる。朝はちゃんと食べてる？うん、朝はいつもなんか炊き込みご飯の余り食べてる、分けてるやつ、ご飯食べてるよ朝は。みゆは昨日の夜はサラダしか食べんかった。春雨スープ食べようと思ったけど我慢したら今日むくまくなかったから、もう昨日の自分天才と思って。なんか昨日はちっちゃいピザを友達と半分こして、一人ずつピザじゃない、サラダ食べて飲み物飲んだ。ピザ食べたい。で、アイス食べた。
ピザ、ピザはいい、美味しいとこのピザ。こんばんは。春雨は太りやすいよ。だからやめた、夜に食べるの。ピザ、ゆきたんにさ、これ食べたいって言ったら全部断られるんだけど、どういうこと。みえとみえとご飯したくないわけ。まあ、ヒステリック起こしちゃう。ご飯食べたくないわ。やだ、ヒステリック起こさないでもらっていいですか。どういうわけ。怖いんだけど、怖いんだけど、なんかコンシーラーしか出てこない。これ倒れたら事故だよ。なんかね、春雨は太りやすいらしいの。ジム行きます。えら、重たい女がいるって。厚水さん、あ、違う。誰かユキタンのお面かぶってミュート行きませんか。ユキタン本人は言ってくれないから、誰かユキタンのお面かぶって。お面でいいんだね。私お面でいいらしいよ。そんなこと言ってるからだよ。ツルトンタン行ってみたいな。美味しかった。うわまた並ぶんだもん。また本気のを食べたい。いいや、あ、いいよって、いいよって言った。うどんなら許してくれる。いや、一緒や、釣れた。180センチ、いいよ、一体になるけど、いいよ、でかすぎだ。うん、私に身長分けてください、その方。酔っ払いが絡んでるみたいとかあるし、多分。いい、いや、酔っ払ってませんが。デフォです。あ、こちらは、ユーピンク。本当に今仲悪いのとか言われてる。仲いいですよ。めちゃくちゃいいよね。めっちゃ画角悪くておもろい。食べた。なにね、初めて来た人がさ、カニャカニャ、何言ってる、聞こえに何、初めて見た人がさ、こんな画角でやってるとは思わないやん、ね、ちゃんといつもリングライトとか使っちゃってんのに。二人のコンビ名ないね。同い年コンビ、はあ、ない。何が、アイブロウがない。どんどん固む。うん、あった。眉毛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 、おでこおでこおでこって叫んだね。前髪前髪、パツパツ、あデフォです。これがこの子の、あ、いつもね、通常運転です。変なこと思われちゃうよ。重い女コンビとか言われたけど、私重くないですよ、全然。見たって普通の女です、私はね。みずたん、だからタンって言うと、私タンじゃないです。タンだと、あの、タンだとね、私原型なくなるんで、ちょっとやめてもらっていいですか、ね、せめてユキか、オオタ、はい、オオオミユうん、それオオミユじゃん。オオミユ、オオミユ、変な子だよって。やば、変な子って言われてるよ。やめてくれ。変な子だって、変な子だってさ。はよいしょ。タンタンってユキタンってわかるからね。いや、わかるとさ、タンミタンタンタン、なに、タンミタン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 、チーク、あ、よ、今日ユキタンからチーク借りたんだ。イエイ、貸しちゃった。でも違う方のチークの、それと、え、これだよ、これだよ。これ色ってよりかはツヤツヤ、色ついた。ちなみにユキタンもまあまあ変よ。ほんとそうだよね。ほんとそうなんですよ。いや、普通です。変な子なんですよ。え、あなたが一番言っちゃダメよ。んそうなの、戻ってきた。怖いわ。怖いわ。ハブマサさん、ありがとう。すいませんね、戻ったよ。マイメロなんだけど。戻ったにょん。ちょっと、マイメロのモノマネ極めようかな。どう思う？ねえ、さっきからシェーディング取りたいのに。ハイライトが。めっちゃ私の足映ってごめんね。でも多分足だけ映ってる。事故事故。持っててくんね、一回。何を探してんの、何を探してんの。あ、これ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 、
変な座り方してなくて画角がわかんねえ、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 わかんねえ。今からシェーディングします。削れ削れ、みずみが破壊したのかと思っただって私じゃありません。やば、汗汗。なんかさ、シェーディング何のやつないやん、これ絶対ついてないやん。見てセザンヌ、そこ見えすぎてもう何も入ってない。そこ見えすごくない？頑張ってるよね。そこ見えすぎ、多分これついてないよ、シェーディング。いや、ついてるのよ。そこしかないもん。え、ここから剥ぎ取ってるの。絶対に買った方がいい。いや、これはこれじゃないの、いつもクリームシェーディングだから。初見です、ありがとうございます。シェーディングってそこ見えたらこうなるんだね。うん、綺麗でしょ。そこしかない。それな。そうなんですよ。透けてるみたい。使い切るタイプなんだね。まあ使い切りですね。これは詰め替えとかじゃないんですよ。やった。物持ちを良くするって褒められてる私。イエーイ。いいことだ。キャンマッチこれからも買います。待ってます。皆さんが入れますように。シェーディングはセザンヌですね。いつ買ったの？覚えてない。でも高校生の時ってわけじゃないからね。いやでも高校生の時からかな気がする。そんぐらいかもしれない。いいわね、そこ見えるまで使えます。初見じゃないですね、あなたは。きっと可愛いです。こんにちは、ありがとうございます。ミューはまあ、でもメイク始めて1年ぐらいしか経ってないのでまだそこ見えてません。でまだそんなしか入ってないの。かわいいじゃん。かわいいって。これは多分高校生の時から持ってる。高校生の時はリップとアイシャドウしか持ってない。高校生の時はしかもアイシャドウもさ、友達からもらったやつだっけ。何よくするからじゃないよ。ゆきたんが、ゆきたんが好きだから。あ、ぶらぶらぶら。ゆきたんが好きだから。やだね、シェーディングしちゃう。ひー、バレる前にみずみのところに戻ります。バレてますよ、あなた。もう読んじゃったから私。あららら ら, らリキッドシェーディングはキレイ&コーってとこね。見て、もう何もついてないリップ。北海道は お店が遠いから、めっちゃ甘えたモードだねって。公演終わりはなんかね、人が近くにいるとくっつきたくなっちゃってさ。叫んじゃ。交換でしかないよ。家にもやって。うん、もう鼻あるから大丈夫。じゃあ眉毛に。眉毛もあるから大丈夫。眉毛ない。あるじゃん。眉毛ない。だってみんな眉毛ないですか。眉毛ない。やってやってやって。これ以上濃くなったらどうする。私どうする、真っ黒にしたら。さあゆくでしょでしょとか言って。じゃあ鼻、ノーズシャドウ、ノーズシャドウ。だからの鼻があるの、あなたは。鼻ない。ある。鼻ない。どういう論争やん。鼻あるよ。高くして。もう高いやん、明らかに高いやん。眉毛破壊したんだって。やばい、ぼかしてない。ぼかします。ぼかしてない。じゃじゃじゃーん。鼻、みずみんだだっこかとか言われてるよ。だだっこですか、みずみんは。てだだっこじゃない。いや、だだっこや、だだっこや、だだっこや。なんかおる、なんかおる。リスおる、リスおるよ、リスおる。なんか二人の絡みやばいねって言われてる。私普通なんですけど。私はね、私はいや、だいぶ変わってるっしょ。え、だいぶ変だよ。どこだ、誰が言ってる。だいぶ変です。なんでやねん。うちのダダッコをよろしくお願いしますだって。はーい、夜公演皆さん見てください。よろしくお願いしますって言われてるから、じゃあよろしく。ゾワってしちゃうよ。最低だよ。嫌いやん、それも。ミユのこと、ミユのこと嫌いじゃねえか。おいおいおい
おいおいじゃないのよ。なんか頭回ってないから。それそこにつけると何の効果あるの？うん、適当。じゃあ見るにもやって。どこよ、ここ？うん。私なんかね、気持ちなんだよ、なんかハイライトなんて。はい。やったー！変わった？どう？いや、多分変わってないと思う。私そんな変わらないようにつけてるから。やばいやばい、何がやばいの？キラキラです。ハイライトはミワイスノです。超絶美人になりましただって。待って、今 めっちゃ眠くなってくるじゃん。そんな美人になった？みんなすごい、ちょっと女王感出てきたよ。よし、なまらめんこい。うん、急になまるじゃん。え、17期は全員変だから成り立ってる。私普通まだ。いや普通じゃないよ。4時44分だってもう。あ、ララちゃんだ。ララちゃん、ララちゃん、チュワン、ララチュワン、ララチュワン。その顔やめて、いかつい顔してるよ。デカン飛ばさないで。おいで、こっち一瞬おいで。ララチュワン、ワン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 。私もやばいといけないけどね、泣ければ。ねえねえ、ララちゃんここバイクの真似するね。うまいから聞いてて。あ、だだ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 。うん、ララちゃん登場。スーパーカーだったらね、ちょっと助けてほしいんだけど。どう？ブーンってなんだよ急に。え、うまかった？うん、なんだった？聞いてもくれてなかった。聞いてもくれてないんですけど。助けてほしいよ。うんうん、どう？どうって聞いてるの？あいちゃん、やばい、私もやらないと終わった。誰も聞いてくれね。口開いてんで。うん、あいちゃん見てた、練習してる。すごい香り。いや、自分の髪の毛嗅いでいい香りだ。水島さん、おもり言うな。おもり直してもらった。やばい。あちゃん、こっちタイプ？うん。同じ。ね、仲間私も初めて。やばい、眠いね。よちよち。ね、怖いんだけど。よちよち。助けてみんな。さてさて、さおとめ、ありがとう。ひぴちゃん、ありがとう。ほうさん、けんいちさん、ゆうさん、ピアノマンさん、お昼の反省点を生かして。お、待って、すごいさ、全部無視してたかも、ごめん。頑張ります。大吉さん、くもありがとう。もっともっと夜公演頑張ります。お昼の反省を生かしたいと思います。しげしげさん、えいちゃさん、ゆうさん、さん、それは内緒のお話です。ピアノマンさん、ありがとうございます。来た人しか知りません、内緒です。内緒のお話、内緒。みゆちゃんって結構ウケる。ウケる言われちまったぜ。でもなんか公演外れた方、波動に行くからさ、波動外れた方公演に来るじゃないですか。で、公演外れて波動行くって人もいるじゃないですか。で、公演外れてお渡し会行くって方もいるじゃないですか。頑張るので、何度見てください。頑張るので、いっぱいコールをしてください。よろしくお願いします。
ション行くんで。口開いてあるんだけど。なんかさ、クッション持ちながらそろそろ練習してて受ける。私に投げてもいいんだよ。来た。私の相方。うん。かわちぃ。かわちぃ。オンデマンでコールしてください。やばい。おお、潰される。潰れちゃう。あれ50分までだよね。うん、45分って言って自分で。あれ過ぎてた。終わろうかな、50分になるから。じゃあちょっとライブランキング読んでスクショタイムして。終わります。なんか別に時間とか決めなくていいや、うん、ひろきさんありがとう。いきまーす。15位クリンピーさんありがとうございます。14位ともさんありがとうございます。13位ガミさんありがとうございます。12位パンチョさんありがとうございます。11位ブルーさんありがとうございます。10位マカロニ48さんありがとうございます。9位ヤスさんありがとうございます。8位フルベイさんありがとうございます。7位コウさんありがとうございます。6位大吉さんありがとうございます。5位ジュンさんありがとうございます。4位ハムマサさんありがとうございます。3位アッキーさんありがとうございます。2位ウルちゃんありがとうございます。1位はナーラブさんありがとうございました。私は男女も読んでいきたいと思います。でもさ、もうすぐランキング変わらない、これもしかして。あ、でもいいよ、ね、あと2分で変わる。急ぎます。13位ダライヤさんありがとうございます。12位ケンイチさんありがとうございます。11位ダオスさんありがとうございます。10位イシシナヒツジさんありがとうございます。9位ヒピちゃんありがとう。8位カズヤさんありがとうございます。7位大輔さんありがとうございます。6位ユキさんありがとうございます。5位タケシさんありがとうございます。4位エイチャさんありがとうございます。3位大吉さんありがとうございます。2位しげしげさんありがとうございます。そして1位がひろきさんありがとう。じゃあ、はあ、なんか下からじゃない、めっちゃなんかうちら顔伸びてね。ほんとだや。はい、グーじゃんけんグーみゆの勝ちです。そんなこんなで夜公演もぜひ見てください。見てください。トララの生誕祭盛り上げようね。あとお話し会に待ってます。お話し会待ってます。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 ゆゆゆさんありがとう。では、したっけ。バイバーイ。バイバーイ。